皆さんこんにちは、倹約 DIY です。今日はですね、ある意味では革命的かもしれないブラシレス DC モーターのモータードライバーの強化実験をご紹介していきたいと思います。今日は久しぶりのブラシレス DC モーターの動画です。これ以前からずっと試してみたいと思っていたアイデアなんですが、いよいよ今回実験してみたいと思います。うまくいけば比較的簡単に万円単位の倹約が可能なんですね。あくまで個人の感想ですが、これかなり革命的なアイデアかなと思いました。実益がすごい電気工作 DIY ですね。そこで今回はどうやって改造するのか実際に実験を行ってみましたので、個人的な見解と合わせて皆様にご紹介していきたいと思います。まずはじめにブラシレス DC モーターについて簡単にご紹介したいと思います。ブラシレス、つまりブラシがないので摩耗するところがなくて長寿命なのが特徴ですね。また効率も良くてパワーもあるのでメリットが非常に多いモーターです。こちらがそうなんですが、まあこれはラジコン用なんですけど、メリットが非常に大きいのでブラシレス DC モーターは家電から EV までありとあらゆるところで使われています。そんな高性能なブラシレス DC モーターなんですが、これ実は電源をつなぐだけでは回転しないんです。まあこちらのようなモータードライバーが必要なんです。 ESC と呼ばれることがあるので今後は ESC と呼びます。まあこれが必要なおかげで高性能ですが扱いがちょっと難しいところがあります。そして ESC はモーターの能力に合わせてチョイスする必要があるんですが、これがまた高性能なものはめちゃくちゃ高いんです。1万超えも当たり前のようにあるんですね。正直ブラシレス DC モーター本体と同じかそれ以上することもザラです。この ESC コストが普及のかなりのネックになっていると個人的には感じていました。そこで私が以前から考えていたのが、安い能力の低い ESC の能力を強化できないかということです。ESC というのはざっくり電流で能力が分かれますが、こちらは 30A の ESC です。まあ ESC としては最低クラスに近いですね。これ以前1個500円ぐらいで買った記憶があります。今調べてみたらかなり値上がりはしていました。今回はこの ESC の能力を大幅に強化する実験を行ってみたいと思います。実験の前にまず今回改造前のこちらの ESC を実際に使ってみたいと思います。能力的にはこちらのブラシレスモーター用ぐらいなので今回これを回してみます。またこの ESC を使うためにはこの ESC に PWM 信号を送らないといけないんですね。まあこれは前回ご紹介したサーボモーターと全く同じです。 PWM 信号を送るためのまあこちらのサーボテスターという機器も必要です。こちらは2、300円とかなり安い上、どんな ESC でも使えるので、まあこちらはコスト的にはほとんど負担にはなりませんね。なおこちらの ESC、4セル用ということで、最大でも 16V 程度までしか上げることはできません。これでちょっと回してみます。いや相変わらずすごい勢いでもありますね。いよいよ改造に入っていきたいと思います。どうやるのか、まずは ESC の中身を確認してみます。これ熱収縮チューブがかぶせてあるのでまずはこれを剥がしますね。ここに制御用のマイコンがありますね。ヒートシンクがあって間に IC が挟まれているのが見えます。これヒートシンク取らないとダメですね。
ここに6個あるのがモーター駆動用の MOSFET です。 0201NY と書いてありました。これネットで検索をかけてみると 25V48A の MOSFET のようです。そしてこの上に2個あるのがマイコンに電力を供給するための三端子レギュレーターですね。 78M05 と書いてあります。 78M05 は 5V を作り出す三端子レギュレーターですので、マイコンなどの制御回路用に 5V を作り出しているわけですね。ここが今回のアイデアの肝になるところです。この制御回路の部分は今回一切いじることはありません。いじるのはここの MOSFET だけですね。 ESC の能力というのはほとんど全てこの MOSFET の性能で決まってしまうんです。まあ厳密にはこの配線の太さとか基板のパターンの太さとかにもよりますけど、大前提として MOSFET の性能で決まっていると言ってもいいと思います。つまりここの MOSFET をもっと高性能なものに交換すれば ESC の能力をもっと上げることができるというのが今回のアイデアです。そして今回交換する MOSFET はこちらです。これ以前私の動画でご紹介した激安のスポット溶接機に使われている MOSFET です。まあこれはスポット溶接機の基板なんですけど、ここに5個 MOSFET がついています。なおこちらのスポット溶接機のキットはめちゃくちゃ激安で、私大量にゲットしてあります。今回ここからちょっと剥ぎ取ろうと思います。なおこちら G011N04 という MOSFET で、スペックは 40V の 320A です。破格のスペックですね。なお今回6個使いますので2セット必要でちょっともったいないと感じる方もいらっしゃると思うんですが、このキットのほとんどの価値はこの超高性能 MOSFET ですので、剥ぎ取って使っても全然お得感があります。また1キットにつき 10AWG の配線が4本もついているので、まあいくら買っておいても損はないようなレベルの商品です。これ最安で1300円ぐらいでしたからね。まあ圧倒的買い商品と言ってもいいと思います。ヒートガンで MOSFET を取り外していきます。配線が取れてしまったので付け直しました。ただ後から考えたらこれいらなかったです。次に取れた基板の導通を確認します。これで回路がどうなっているのか大体わかるんですね。この辺りのモーターを駆動する MOSFET の接続はおそらくどんなブラシレスモーターであっても同じだと思います。
今調べた感じだと回路はこのようになっています。点線で囲った部分が MOSFET ですね。全部で6個あります。上がプラスで下がマイナス、中央の部分から3本モーターに線が出ています。6個の MOSFET のゲートは全てどこにも導通していなくて、おそらく制御回路の方から来ていると思います。制御回路の方から A から F に信号が出て、各 MOSFET がオンしたりオフしたりすることでモーターの3本の線に電気が流れたり流れなかったりします。ちょっとこれ以上詳しい仕組みはご紹介しませんが、これがブラシレス DC モーターが回転する仕組みですね。 DSO TC3 で MOSFET のスペックを確認します。ここで重要なのが足の位置ですね。念のため交換後の MOSFET の足の位置も確認しておきます。これでどの足に接続したらいいかが分かりますね。今回スペックが上がるので線を太くする必要があるので配線を確保します。 VVF ケーブルの荷付けを使いたいと思います。正直これでも全然スペックは足りてないんですが、実験なので今回はこれでいきます。新しい MOSFET を配線していきます。配線図をイメージしていますね。予備ハンダをしていきます。なおここはドレインですね。めちゃくちゃ面積が広くて大電力を流せるようになっています。さすが320アンペア。配線の方にも予備ハンダします。今回熱容量が大きいので予備ハンダは必須ですね。つければつけるほど熱容量が大きくなってハンダが溶けにくくなるのでどんどん難しくなっていきます。どんどん MOSFET をハンダ付けしていきます。この辺りも配線図をイメージしていただければ分かりやすいと思います。ちなみにこの辺りで配線が明らかに細いかなと気づきましたが、まあ今回はこれでご容赦ください。配線を再利用しようと思って取り外しました。モーターへつながる3本の線を接続します。この辺りどうしても配線が立体的になってしまいますが、これは仕方がないですね。プラスとマイナスの線を接続します。だんだん熱容量が上がってきてハンダしづらくなりますね。次は制御回路へと接続していきます。まずは電源線からですね。マイナスとプラスを接続します。次は各 MOSFET のゲートを接続していきます。ここが全体で一番細かくてハンダがちょっと難しいところかなと思います。ゲートは電気がほとんど流れませんので配線はめちゃくちゃ細くても大丈夫です。ちょっと映像は撮れなかったんですけど、モーターを制御するためにモーターの配線側のところにも接続する必要がありました。まあ、この部分の3本ですね。モーター側の線のところにつながっています。接続を行いました。こちらの超ハイパワーなブラシレス DC モーターに接続してみました。電圧を上げていきます。
いいですね。バッチリ回転します。これはちょっと感動しますね。もっと電圧を上げていきます。こちら MOSFET の耐圧が 40V で、三端子レギュレーターの 78M05 の耐圧も 35V ありますので、まあ多少余裕を見ても 30V ぐらいまでは使えると思います。使用可能電圧が大幅にアップしてます。とはいえそれは理論上なので、実際にやってみると結構怖いですね。回転数も半端じゃないことになってます。かなり恐怖を感じるレベルですけど、いやバッチリですね。特に大きな発熱もないようです。今の段階では負荷を与えていないこともあって、発熱しているのは三端子レギュレーターですね。MOSFET の発熱はほぼ皆無と言っていいですね。ちょっと安定化電源が 10A までしか流せないんで、過負荷テストはとてもできないですけど、まあ 10A は余裕で持ちますね。既存の MOSFET を取り外して超高性能 MOSFET に切り替えても問題なく動きましたね。 MOSFET というのは小さなものだろうが大きなものだろうが、動かすための回路はほとんど変わらないんですよね。だから今回みたいに思いっきり能力の大きな MOSFET に交換しても問題なく動いたわけですね。いかがだったでしょうか。今日はブラシレス DC モーターの ESC の強化実験をご紹介しました。激安の ESC でも MOSFET を交換することによって大幅に能力が上げられることが分かりました。今回 320A のものに交換しましたから、まあ安全率を考えて 320A は流せないにしても 200A ぐらいは流せそうですね。 200A の ESC ってあまり馴染みがないんですけど、確かモーターボート用とかで2-3万円ぐらいで買えたと思います。もちろんこれ配線も細いですし、このままではそこまで流せないと思うんですが、配線を太くして MOSFET にこちらのようなヒートシンクをつけたりすれば十分実用になりそうですね。今回は多分材料費全部で4000円ぐらいだと思うんですが、十分格安な ESC が用意できそうです。また MOSFET は並列で使うこともできるので、同じ MOSFET を大量に並列で使うという荒技もあります。例えば今回取り外した MOSFET 3個ずつ使って全部で18個、そういった使い方もできるわけですね。使っていない MOSFET を使うこともできるので、非常に安く抑えられる可能性もあるんです。また副次的な効果として、今回のように制御回路と駆動回路を完全に分けることによって修理がしやすくなるというメリットもあるかもしれません。駆動回路の MOSFET が壊れたとしても簡単に交換できますからね。私余った MOSFET を使ってこちらの駆動回路部分だけを大量に用意しておこうかなと思いました。こういったものを用意しておけば、ラジコン用に限らずいろいろなブラシレスモーターを強制的に動かすこともできそうですよね。このあたりもかなり発展性があるんじゃないかなと個人的には思っています。もちろん制御回路や MOSFET の耐圧、それに回路が電流に耐えることができるかなど注意点は多いと思います。しかし今回のアイデアを使いこなせばめちゃくちゃ険悪になりそうですし、本当にいろいろな使い方ができそうな気がします。私ちょっと家電で試したいアイデアが一つあるんですよね。うまくいったらまた動画でご紹介したいと思います。もし今日の動画が参考になったよという方はぜひ高評価の方お願いいたします。また私のチャンネルではいろいろな険悪になる情報をお伝えしていきたいと思っていますので、もしそういったことに興味がある方はぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。それでは今日も長時間のご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまた次回。さようなら。